なんとか座れたわね。まさかここもこんなに混んでるなんて。映画館の中も人人人って感じだったし、人酔いしてもおかしくない勢いかも。そうだね、この調子なら夜も忙しくなりそうだ。商売的にはいいことね。そうだね。にしても椿に任せてよかったよ。え？映画すごく面白かったよ。あんなに引き込まれたのは久々だったわ。ヒットマンの主人公と恋人のヒロイン、主人公の所属する組織と敵対組織の抗争、激化していく争いの中でヒロインが敵対組織のスパイだとバレる展開、ヒロインを心の底から愛すると同時に組織への忠誠や恩義も感じる主人公は、苦悩の末ヒロインに銃口を向けて、銃声の直後にヒロインが崩れ落ちてエンディング、まさにサスペンス、最後まで手に汗握るって感じよね。ハマってくれたみたいでよかったけど、ヒーローがそんなに興奮するの珍しいわね。普段ラブサスペンスなんて見ない私でもめっちゃ面白いって感じたくらいだしな。あーけどラストは椿の言ってた通りちょっと納得できない感じだったな。あら、そうなの？だって主人公はヒロインを本気の本気で愛してたんだろ。ヒロインだって本当はスパイなんてしたくないってラストで涙ながらに告白してたし、だったらもっと別の展開があっても良くないかって思うんだよな。例えば？そうだな、私が脚本家だったら、私は愛するあなたを欺いてまでスパイでありたくなかったけど、私はスパイとしての生き方しか知らない、組織にとっての忠実な駒でしかない。私の暗殺命令が出たのは知っているわ。さあ、私を撃って撃って終わりにして、私が本当に取り返しのつかないことをする前に、あなたとあなたの組織を壊すトリガーを引く前に。はあ、何を言い出すかと思って黙って聞いてたらそんなこと。この俺が最愛の恋人の君を撃つ？ありえないな。